ええ、本当に。いつも通りでよかったですね。ええ、そうですね。いつも通りでした。いつも通り、意味のない会議ばかりでしたわ。中身のない会議でした。特に揉め事も起こりませんでしたし。どうかされましたか？なんだかあまりご機嫌が良くないようですが。それは大変です。早くお休みになった方がいいですわ。そうなさった方がいいと思います。私たちも着替えてきますわ。普段着ない服を着るのは疲れるかもしれません。やはりお休みになった方が。あなたに倒れられたら陛下たちが悲しまれます。ありがとうございます。私たちは大丈夫ですから。ええ、大丈夫です。私たちは会議にも慣れていますから、あまり疲れませんし。慣れの問題だと思います。無意味な会議も回数を重ねれば慣れてくるものですから。陛下たちもいろいろとおっしゃっていますが、あまり疲れてはいないんです。慣れておられますからね。疲れたと言っても実際はそんなに疲れてはおられません。そういうわけではありませんが。私たちには陛下たちの真意はわかりません。推察するなど恐れ多いことですから。ありがとうございます。ありがとうございます。心配していただけて嬉しいですわ。交代で休みを取らせてはいただきますから、そんなに心配なさらないでください。本当にちゃんと休ませていただきますわ。どうなさったんです？今回はなんだかいつもより念を押されていますけれど。あれくらいは普通ですよ。ええ、普通です。あの程度でしたら問題のうちに入りませんわ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、
君にその服は似合わないと思うな。だってそれ役なしたちの服装だろ。やあ、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。君を探してたんだ。そんなに警戒しなくてもいいじゃないか。俺はペーターさんみたいに変なことをしたりしないだろ。どうだかってひどいな。俺はただ君とカードで遊びたいだけなのにさ。ゲームって楽しいよな。どうしてかって？ここは勝っておきたいところなんだけど、大丈夫かな？心配だぜ。ほら、俺って小心者だからさ。ちょっと悔しいかもしれない。一回一回。今の勝てると思ったら勝てて、負けると思ったら負ける。勝負ってほら、気を落としちゃダメだぜ。俺だってたまに。君の俺としてはこのカードが最善だと思うよ。このカードの数だと君の勝ちみたいだよ。はあ、結局負けちゃった。まだまだ俺も修行が足りないってことかな。トカゲさんに会いに行って鍛錬でもしてくるか。え、何？なんで止めるんだよ。育児疲れの人に迷惑をかけるなって面白いこと言うね。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ役なしたちの服装だろ。なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから、多分いつもより迷わないと思うし。あくまでいつもよりはだけど。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。ああ、お前か。わらわと遊びに来たのか？遊んでやりたいところじゃが、わらわは今とても眠い。
ことを言うわけだ。わらわは今から寝る。起きたら遊んであげるからいい子で待っておれ。それともお前も一緒に寝るか。海の生き物といえばイルカかな。っていうかさ、目の前にいるからそれしか連想できないぜ。海といえばイルカだろ。イルカですね。どうして城の庭にイルカが入り込んでいるんです。さあ、兵士もイルカの侵入は見逃しちゃったんじゃないかな。こいつら潜るもんな。ね、すみません、エース様。謝って済むものじゃないんですよ。役立たずな部下を持って僕は悲しい。いや、俺の部下なんだけどね、このカード。余計に鬱陶しいですね。始末すべきです。イルカの侵入を許すなんて。彼女にもしものことがあったら。でも、もしものことが。兵士が悪くないのなら、悪いのはイルカですか。イルカです。イルカとかそういう感じのものだな。それっぽいものじゃ、イルカっぽいもの。だからイルカっぽいものなのじゃ。イルカではないかもしれないが、それっぽいだろ。うん、そんな感じのものだ。それらしく見える。さてどうするか。許可なく勝手にわらわの庭に入り込みよって。いっそのことを買っちゃえばいいんじゃないですかね。よしてくださいよ。彼女にもしものことがあったら、僕はイルカがどう間違いを起こすというのだ。そんなの知りませんよ。わからないからもしものことなんです。もし彼女が気に入って可愛がったらどうするんです。もしもあなたが僕よりイルカを可愛がったら、その笑顔が僕でなくイルカに向けられたら、僕はもともと彼女の笑顔はペーターさんに向かっていないんじゃないかな。結局自分より可愛がられるのが嫌なだけか。森イルカだな。
だってうるさかっただろ。君もうるさいなって思っていたんじゃないのか。でもさ、うるさくなかった？君も煩わしそうにしていたじゃないか。俺、君をすっきりさせてあげようと思ったんだ。これ以上君を迷わせちゃかわいそうだろ。そうかな。俺は君の方がかわいそうだけど。ごめんな。やりすぎちゃった。まったくです。あなたはひどい人だ、エース君。僕が撃つ前に切ってしまうなんて。僕だって彼女を迷わす者はこの手で消し去りたかったのに、撃つのが遅れました。愛の魚、俺の方が思っていたってことだよ。あなたのちっぽけな感情に僕の熱い思いが負けるわけないでしょ。熱いウサギさんなんだね、ペーターさんは。イルカが庭に入り込むなど、どうしようかと思ったが、解決したな。よかった。いや、久しぶりだね。ところで、今暇かな。暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。あれ、なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから、多分いつもより迷わないと思うし。あくまでいつもよりはだけど。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、うん、君
君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。君を探してたんだ。そんなに警戒しなくてもいいじゃないか。俺はペーターさんみたいに変なことをしたりしないだろ。どうだかってひどいな。俺はただ君とカードで遊びたいだけなのにさ。あれ、君もうスタンドしちゃうの？今回の手札は結構和やかで楽しいゲームだったな。まさか勝てるとは思ってなかったな。ほん？俺以外の、それは？あ、俺だって悲しそうな、いつも見や、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。いや、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。あなたにとって私よりもっと重要な人ができるわ。私といるよりもっと大切なことができる。悪いことじゃないわ。それでいいのよ。あなたの世界は広がるの。あなたは自分の魅力に気づくわ。あら、私はもう気づいているわ。あなたの魅力に。
あなたは魅力的よ。私の自慢の妹だもの。あなたが自分の魅力に気づけば、みんなもあなたの魅力に気づく。もっと好かれるようになるわ。好かれたいと思うのは自然なことよ。あなたには好かれるだけの魅力がある。好かれるわよ。みんなあなたを好きになる。でも、たまに思い出して、私のことも。私もあなたを好きな一人なのよ。だから、忘れないでね。あなたを好きな私のこと、忘れないで。そんな風に言ってもらえるのも今だけね。今だけはあなたを独り占めできる。子離れしなくちゃいけないお母さんの心境よ。寂しくて、でも嬉しいの。